夏本番、座っているだけでも汗をかく日が続きますね。そんな時、水分を取ることだけに注意していませんか？意外と見落とされがちなのが塩分補給です。体内に正常な水分を蓄えておくためには塩分が必要不可欠です。塩分に含まれるナトリウムには体内の水分をキープする重要な役割があります。そのため汗などで体から大量の水分が失われ、ナトリウムが不足した一時的な塩分ロスの状態だと、どれだけ水分を補給しても体内に保持することができません。体内の水分量を正常に保つためには、水分とともに適切な塩分補給を行い、塩分ロスを避けることが重要になります。また運動をしない人でも食事を抜いたり、寝ている間に汗をかくことで一時的に塩分ロスの状態になっていることがあるかもしれないので、手軽に塩分補給ができるようにしておくことが夏の体調管理には重要です。汗をかくこの時期には食事で塩分を摂取することに加え、携帯できるタブレットなどがおすすめです。手軽に美味しく、いつでもどこでも塩分補給ができます。皆さん、これからの暑い季節を元気に過ごすため、正しく水分と塩分を取りましょう。